まあ俺喋ってるところにお前しょうもないこと言うんじゃねえよ。俺は誰だよあのコメント入れるやつ。待ってます待ってます。一つ言っておきたいけど、仕事より YouTube 優先だよなお前。半年間お前が残れたら起こします。半年間はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はまた新人が来ましたんで、俺でも YouTube は見とった。あ、見てました。見とった。はい、だけど、まあ別にこれ知り合いなんですよ、ぶっちゃけ。斉藤先生で、やからの斉藤ってあの、シーリングの動画で出てる人がおると思うんですけど、それの娘の彼氏ね。はい、娘の彼氏。どう？うちの会社入って。結構きついですね、最初は。ん？最初は。入って何日目？2日です。2日目か。はい、今日2日目、2日目だ。これ何日目？僕はもう何十日目って感じ。何十じゃないだろ。何百。何千だろ。あのイケメンリュウジ出せってよくみんなコメント来るで、出しちゃったらしょうがないだよ、なるほど。まあ俺喋ってるところにお前しょうもないこと言うんじゃねえよ。俺は誰だよあのコメント入れるやつ。待ってます待ってます。だから2日目で誰と昨日現場行ったの？カンタです。カンタ優しいでやろう。イケメンな、はい、イケメン、はい、そうです。今日はイケメンマッチョ。あ、見てきました。優しい。優しいです。どういうところが助けてくれますか？あ、何どういう声ちっちゃい。もっと声早いお前やめろ。声でかくてやつやめとけ会社。一つ言っておきたいけど、仕事より YouTube 優先だよなお前。仕事で助けてもらってますね。マッチョに、はい、今日照り上げで上がらなくて、その時にちょっと声かけてくれて、まあ、最後まで頑張れたんで声かけてもらって、ね、上がってお前自分で上げて上げれなかったんです。結構ふーなんとったやんか、はい、でも今週ありそうだなんですね。あると思います。ただ3本ぐらいでもうダメなんで。あ、芝居やっとった？やってました。どれぐらいやったん？1年ぐらい。1年やっとったの？何度上げれんの？久しぶりに左上げしたらもう腕が。ああ、そういうことか。分かんないです。17だろ。今年で18です。あ、そうか。でもまあ何、飛び1年やって、その前何やった？あと塗装と防水。あ、やっとったの？どれぐらいやったの？全然やってないです。1ヶ月と3ヶ月ぐらい。お前すぐやめんなよ。あ、やめないです。半年でやめたらお前探し回るだろ。めちゃくちゃ捕まえるのめちゃくちゃ得意やろ。テロピーだよ。ピーって。もう半年だよ。半年だ。もう辛抱して。お前人の紹介やしな。じゃあちょっとカメラに向かって。小山みたいにすぐやりません。最低半年な、はい、ちょっとなんか企画やろうぜ。なんか挑戦しようよ、はい、半年間お前が残れたら、はい、お小遣い。本当ですか？何欲しい？欲しいものな。欲しいものですか？1000万円だったら何でもいいわ。本当？待って。俺お前叩きすぎてお前コメントあれどうする？17歳までお前も叩くの。何欲しい？腰道具セットですね。あ、腰道具セット。いや、マジでしょ。半年間絶対なかったら俺が叩かれるよ。何欲しい？仕事のことじゃない。偉いな。でもな、じゃあプレゼントしちゃうわ今回。とりあえずは斉藤さんの給料出して。やばいっすね。俺その権限があるから。給料袋いじれる権限なんで。何欲しいもんない。旅行券ですかね。旅行、はい、どこ行きたい？ユニバーです。ユニバーサル、はい、いくらすんの？めちゃくちゃ17歳じゃん答えが。年間パスだろ。じゃあ3万ぐらいだろ1人。いや、そんなもんしないと思うし。年間パス彼女の分と。でも彼女と別れるかもしれないけど、1つの方がいいな。いや、ちょっと待って。名前入ってると違うやつ使えんね。1年間だよな。お前1年間じゃ付き合ったことあるの？あります。なんて名前の子？アルカって名前です。アルカちゃん見てる？アルカちゃん。アルカちゃんここにいたよ。それ一人だけか。あ、じゃあ、まあ、じゃあ年間パスでしょうか。でも真剣に付き合っとんの？じゃあ、やから先生の娘と。でも、じゃあ半年おったら、じゃあ年間パス。やから先生のお金で知ったらいいよ。大丈夫、バレんの？バレん。酔っ払ったら何でも大丈夫。いや、最初は酔っ払って言ったじゃんって言ったら、あ、そうでしたっけって言う。わかりました。じゃあちょっと、じゃあ半年企画で、まあ、コメントぜひ入れてください。まあな、コメント入れてくれると楽しいだろ。まあでも自分まだ出たことないもんな、はい、結構かかって嬉しいからね。コメントとか俺も連れとかから連絡って嬉しいもんな。はい、はい、そんな感じで、じゃあ入って1ヶ月どれぐらい厳しくなるか楽しみにしております。和樹くんが気に入ったらチャンネル登録といいねしてくださいね。お願いします。お願いします。お願いします。お前全然喋ってねえ。社長めっちゃ喋るんだよ。喋ることがない。はい、じゃあ今日ね、マッチョも入れたでこれでよかったでしょうか。視聴者うるさいで、はい、マッチョ出せとかうるせえで。はい、せーの、また見てね。見てね。すいません。